幹線名古屋ルート。名古屋と鶴ヶを結ぶルートを引いてみる。今は白鷺が担うルートだね。岐阜駅に堂々と新幹線駅を置く。養老線の揖斐駅を経由する。活性化するのだろうか。この辺りは躊躇なくトンネルを掘り、雪を回避する。滋賀県を化するのでちょっと問題になりそう。日本海に近いは山勝ちだね。敦賀で北陸新幹線